ここは町田市の地元にあります都立の鳴瀬高校です。今日は今日明日と文化祭が予定をされておりますが、あいにくの雨で残念ながら人の出足が少ないようです。ここは文化祭のそれぞれ展示がこのパネルにして並んでおります。ちょうど表面にこの全部ビニールがかけられておって、このちょうど、おはようございます、どうも、今撮影をしているところですね。これをずっと、はい、こちらがゲートになります。昨日の夕方は ありませんでしたので、おそらく夜のうちにしてくれたんだろうと思います。今日はこの後鳴瀬高校の文化祭に見学させていただきます。以上で終わります。